はいどうも。固体物理の連続講義第14回、半導体最終回です。最後は、半導体に関係する3つのトピックスの話をしたいと思います。まずは熱電効果。熱電効果っていうのは、熱、温度差と電流や電圧を変換する効果のことです。普通は2種類の物質をつなげた接点の温度差を考えます。2つの接点に温度差をつけると電圧が発生するのがゼーベック効果、電流を流すと接点に温度差ができるのがペルチェ効果です。この熱電効果、熱から電気を取り出せるってことで、省エネ社会にとってめっちゃ重要です。半導体じゃなくても熱電効果はあるんですが、半導体だと変換効率がいいです。この辺は別の動画で解説したりしてます。ただ、今回はその話じゃなくて、ゼーベック効果で簡単にキャリアが電子かホールかわかるってのを紹介します。まずペルチェ効果を考えます。ペルチェ効果は、電流を流すと温度差ができるってやつです。で、この係数をペルチェ係数って言います。ペルチェ係数は、単一の物質ごとに決まってて、2つの物質をくっつける場合は、それぞれの物質のペルチェ係数の差が係数になります。なんで、とりあえず半導体単体を考えます。温度は T で一定、電場 E がかかってるとすると、電場による電流密度は、こんな式になります。この時、電子一つによって運ばれるエネルギーは、フェルミ順位を基準にして、運動エネルギーと熱エネルギーの足し算でこうなるので、エネルギーの流れの密度は、こう。フェルミ順位μと移動度μ E に気をつけてください。また、μを基準にするのは、今は単体を考えてますが、2つの物質をくっつけた時、μは共通になるからです。で、ペルチェ係数は、お互いの流れの密度の係数を見て、こんな感じ。電流とエネルギーの流れが逆なので、符号はマイナスになります。逆に、キャリアがホールの場合は、同じような式ですが、符号はプラス。つまり、ペルチェ係数の符号は、キャリアの種類で変わります。ただ、ペルチェ効果は温度差を測定するので測りづらいので、ゼーベック効果を考えます。ちなみに、同じような議論はボルツマンの輸送方程式を使ってもできて、その場合は係数がちょっと変わります。では、ゼーベック効果を考えましょう。ゼーベック効果は温度差をつけると電圧が発生するっていうもので、この電圧を熱伝導とかゼーベック係数とか言います。普通は2つの物質をつなげるんですが、単体の場合の値は絶対熱伝導って言います。絶対熱伝導は発生する電場と温度勾配との関係式でかけて、さらに温度をかけるとゼーベック係数になるってことが言えます。この関係式はケルビンの関係式とかトムソンの関係式とか言います。ケルビンは温度のケルビンの由来のケルビン強のことです。ケルビン強は称号で、本名はウィリアム・トムソンなんで、トムソンの関係式とも言うみたいです。温度は常に正なんで、ペルチェ係数と同様に、絶対熱伝導も、キャリアの種類で符号が変わります。熱伝導は、半導体に導線つけて、温度差をつけて、電圧を測ればいいので簡単です。導線の熱伝導は小さいので無視していいです。なんで、半導体が N 型か P 型かを知りたいときは、この方法で測ると大雑把ですがわかります。じゃあ次は半金属について。周期表の15族、ヒ素、アンチモン、ビスマスは半金属です。半金属っていうのは、電動バンドの底が価電子バンドの上端より少し低い物質で、普通の金属と比べると少ないですが、絶対零度でも電子とホールがいる物質のことです。15族の物質は、単位光子中に2個の原子が入ってて、価電子は10個です。なんで、バンドが詰まって半導体になってもよかったんですが、少しバンドのオーバーラップがあるので半金属になります。半金属でも半導体と同じように、不純物ドーピングでキャリア濃度を増やせますし、圧力でもキャリア濃度を変えることができます。で、最後は超光子のお話です。超光子は、
異なる構成元素を持つ原子数層が交互に積み重なった格子のことで、薄膜を作るときに飛ばす原料を時間ごとにコントロールすることで作れます。半導体以外でも作成可能ですが、デバイスを作るのに接合が重要になってくる半導体の世界でよく見られます。超格子構造では、結晶の周期性よりさらに長い周期によって電子状態が変化します。では、超格子で見られる面白現象、ブロッホ振動を紹介しましょう。今、面に垂直な電場による電子の運動を考えます。格子による散乱はないものと仮定します。そうすると、電子の運動方程式は、第12回でやったように、こんな式になります。つまり、K が時間によって変化するんですが、今、ブリルアンゾーンがあるので、K がブリルアンゾーンの端まで来ると、ウムクラップ散乱の時みたいに反対側に移ります。で、また K が変化していきます。この K が、端から端まで動く時間は、こんな式で書けます。つまり、波数 K は、周期 H バー分の EA でループすることになります。これが実空間でどうなってるかを考えてみましょう。エネルギーイプシロンの形をコサイン型に置くと、速度 V から R 時刻での 1Z は、こうなって、いろいろ代入して、初期条件を使って、K の周期を入れると、こんな式になります。つまり、実空間では電場 E がかかってると、電子は振動するってことになります。なんか不思議ですよね。ただ、この振動は実験でも観測されてます。普通の物質でも同じ話は成り立つんですが、A が小さすぎて振動の周期が早すぎるので、超光子にして周期を長くすることでより明確に観測することができるわけです。ちなみに、今の話は電子の応答でしたが、電場がエネルギーバンド全体を傾ける効果もあり、このことによって別のバンドにトンネル効果を起こさせるゼナー効果ってのもあるみたいです。そんな感じで今回はここまで。お疲れ様でした。次回は金属に戻って、フェルミ面についてです。出張版でも少し話しましたが、もう少し詳しく話します。間違いの指摘や質問がある方は、コメント欄、質問箱等でお願いします。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローもよろしくお願いします。ほなまた次回。